ミロシュヨイチは、ユーゴスラビア出身のサッカー選手。スユペルリグイスタンブールバシャクシェヒル FK 所属。ポジションはミッドフィールダー。2003年から、セルビアのパルチザンベオグラードのユースチームに所属し、2010年、FK、テレオプティックに移籍し、プロデビューを果たした。2012年1月24日、パルチザンベオグラードに4年契約で移籍した。 2011から2012シーズンは、レンタル遺跡の形でテレオプティックに残留した。パルチザン復帰後は、リーグ戦の35試合に出場し、10得点を記録した。2014年1月31日、ドイツのボルシアドルトムントに4年半契約で遺跡した。2015年7月5日、1FC ケルニエ2019年6月までの4年契約で、完全遺跡した。 2018年7月10日、トルコのイスタンブールバシャクシェヒル FK への移籍が発表された。セルビア代表として各年代でプレーし、2011年に UEFAU-19 欧州選手権に出場した。2013年10月11日、親善試合の日本代表戦で A 代表デビューを果たし、代表初得点を挙げた。ありがとうございます。